はい、皆さんこんにちは、こんばんは。飲食店経営者のケイです。よろしくお願いします。昨日ですね、初めての投稿をさせていただきまして、盗撮事件というですね、ちょっとネガティブな話題をさせていただいたんですけども、これから先お店をちょっと閉めようと思ってるんですけども、もちろん、借り入れてる返済から逃げようとか、あと従業員もですね、もう突然全員クビにして、もう店をぶち壊してやるんだとか、そういうところじゃなくてですね、もちろんお店を買ってくれる人もできれば事業ごとですね、従業員ごと引き受けてくれる方をこれから探していきますし、心当たりも何件かありますし、あとはですね、辞めるにしても当然何ヶ月前かから通達をして、こう債務整理するとか、どんな方法があるのかちょっとまだこれからの勉強になりますけど、それもこの YouTube で自分も、一緒に皆さんにですね、お伝えしながら勉強していきたいと。もちろんですね、私も、お店をですね、事業を潰すのは、もちろん初めての経験です。もちろん人生もですね、2回目、3回目の人生ではありませんので、できれば皆さんと一緒に共有していただければ心強いなと思いますし、どなたかのお役に立てればなと思っています。あとまた私別にウイルス対策の事業もやっています。ちょっと前の動画でも多少説明したんですけど、収入が全く途絶えるというわけではなくてですね、いろいろ考えた上で、コロナでですね、もうずっとマイナスが出続けてる部門を整理したいっていうのが一番ありまして、そのきっかけが盗撮事件で、それでも頑張ろうと思っていたところですね、心折られてしまったというのが大きなところでして、要するに言い訳ですね。ちょっとそれを言い訳にできるなという思いがあったのも事実です。今日ですね、動画を回したのはご挨拶とですね、何喋ろうかと思ってたらですね、すごい偶然にもですね、私が扱っているこのウイルス対策のですね、特許技術というか素晴らしいこう販売している商材があるんですけど、別にそれを買ってほしいわけじゃないんですよ。本当に宣伝したいわけじゃなくて、忘れてください。話の都合上それの話をしてるだけで、全然その商品もここで売ろうとか、皆さんに買ってほしいと思ってるわけじゃないので、別に概要欄に貼り付けたりもしないので、はい、そこは安心してください。なんか、別にそれを販売しようと思ってるんじゃないんです。で、そこの本社の方からですね、私ですね、実はそのウイルス対策の商品をコロナになってからですね、ずっとこう、飲食の仕事を続けながら販売をしてまして、はい、前回の動画でも言いましたけど、かなりのですね、お客さんに好評いただいてですね、はい、導入していただいて、かなり販売をしました。で、開発元のですね、本部の方からもですね、いつもたくさん仕入れてもらってありがとうございますということで、もちろんですね、研修とかなんかで本部の方にも何回もお邪魔させてもらってるんですけど、そこから連絡がありまして、ぜひですね、その商品説明の動画に出演してもらいたいということで、これすいません、本当に宣伝じゃないんですけど、車にですね、車内のウイルスを分解するという触媒技術があるんですけど、それもですね、手軽に使えるという商品がありまして、それもですね、ちょっと使ってるところを撮影したくて、そっちの本部の方にですね、ほとんどが女性の方で、あと研究者の方も結構高齢の方が多くて、特許技術自体は20年前に開発されたものなので、開発者の方とかですね、もう会長なんですけど、結構高齢だったりして、なかなか適当な男性がいないので、よかったらですね、こう出てくれませんかということで、電話いただきまして、私なんかでもうちょっとですね、若くてイケメンいるでしょうと知り合いに言ったんですけど、ちょうどいい感じなんだと。何がちょうどいいかわかんないんですけど、ということで、ちょっと本部の方も静岡にあって、私神奈川県なので、結構近いんですよ。で、来週の火曜日に行ってくることになりました。で、本当たまたまこれ YouTube 始めたタイミングだったので、僕のチャンネル、まだチャンネル登録者数いないんですけど、その時はまだチャンネル登録者数0人だったんですね。昨日初登録で15人になったんですけど、はい、0人だったので、その商品の撮影をしているところを、こういう案件いただきましたということで、はい、撮影させてもらっていいですかということで、お願いをしたんですよ。だからもうぜひお願いしますということで、じゃあもうギャラはですね、交通費はもちろん出しますけど、ギャラはですね、じゃあお昼ご飯終わらせてくださいということで、私ですね、YouTube 始めた初日にですね、今チャンネル登録者数15人なんですけど、ギャラがお昼ご飯というですね、案件をいただきましたので、行くまでちょっと私もわからないので、このチャンネルのですね、第一歩だと思って、はい。温かく見守っていただけるとありがたいです。ちょっと私もですね、もう全部説明するのがめんどくさいので、知り合いの人とかにですね、実はちょっと飲食店を畳んで、YouTube 始めようと思いますと。僕にしたら別にそんなに悪いこと言ってるつもりじゃないんですけど、それはそうですよね。結構ですね、キョトンとされたりとか、お前大丈夫かとか、もう何事も経験だと思うんですよ。で、失敗はします。もう失敗は、私の人生ももう失敗だらけです。飲食店も失敗だらけでした。もう本当にですね、飲食店、最大で3店舗ぐらい同時に運営していたこともあったんですけど、かなり体力的にもきつかったですし、ちょっと精神的にですね、病んで病院に、もうお世話になりましたし、アルコール依存症になって、結局、ちょっとですね、規模を縮小することになったんですけど、はい。そういったことも後々お話しさせていただきたいなと思います。何でもやってみるもんだなと思います。なので、これからですね、飲食店を畳むというチャレンジとですね、YouTube というチャレンジ、あとは今やってる、ウイルス対策の仕事を、こちらも頑張っていきたいと思っております。あとはですね、私、幻冬舎さんから本を出すことになってまして、これもなかなかちょっと編集中で頑張っています。うまくいくかどうかわかんないです、何事も。でも人生本当何があるか、このコロナウイルスも含めてなんですけど、もう人生結局何があるかわかりませんので、もう好きなことをですね、いろいろやってみることだと
思います。なので、ちょっとですね、お店を閉めることで、まあ、なるべくですね、もう、すべての方にいい顔はやっぱできないので、まあ、それでもですね、できるだけ迷惑をかける方を少なくできるようにですね、退き方もですね、ちょっと頑張っていきたいと思います。今日はですね、まあ、本当にだらだらと喋ってしまって、すいませんでした。チャンネル登録をしていただいた15名の方、本当にありがとうございます。これからもですね、応援していただけると本当に嬉しいです。で、たまたまこのチャンネル見てしまった方、この動画をですね、たまたま見てしまった方、チャンネル登録は無料になっております。なので、よかったらですね、この下に、この辺りですかね、チャンネル登録のボタンがあると思いますので、よかったらですね、チャンネル登録を押してください。よろしくお願いします。ではですね、今日はこの辺で、失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。今はまだ飲食店経営者の K でした。